皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ネットフリータイムです。ネットフリックスで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。今回紹介するのは、ミッドナイトスワン。真夜中の白鳥でございます。はい。そうですね。 2020年、約3年前の公開、出演、まあ主演、草薙剛さん、日本アカデミー賞、主演男優賞をこの作品で受賞しました。では、えー、説明文を読み上げます。新宿で生きるトランスジェンダーの女性は、親から虐待されていた 広島に住む登園の縁遠藤医少女をしぶしぶ預かることになるが孤独な二人が出会った時愛の物語が始まるどういうことでしょうか愛とは何なのかそれを深く考えさせられる映画です儚くも美しい そういう言葉が似合う。映画だと思います。はい。まあ。何というんでしょうか。まあ、私は同じ気持ちにはなりませんが、なれませんが。あの、非常に。ええー。何というか。理解できるなと。 いろいろと理解できるなと思う映画でした、はいえー。トランスジェンダー。私は実は性転換手術には反対の立場です。はい、ホルモン注射も反対の立場です。な、は、ぜ、い、かというと、圧倒的に精神疾患率、自殺率が高まっているからです。トランスジェンダーに 対しては,はいゲイやレズビアンとはトランスジェンダーは完全に異なります体に異変を加えるのです意図的にはいそれがどういう影響を及ぼすのかそれでも分かっていてもやるそれがそのかあの方々の願いでありやらざるを得ないというところまで追い込まれているという 現状もありますはいそういうこともいろいろと知りながら見ていくという形になる方も多いかもしれませんそうですねまあこれは原作をもとにした映画ですいろいろと過激なシーンもありますが多分描きすぎじゃないんだと思あの描きすぎじゃないんだと思います監督は何しろ小説を 元にしているわけですからその小説がもし作り物の小説だったらつまり現実にはトランスジェンダーの世界ではそんなことはないというようなことが書いてあったらトランンスジェンダーから抗議が入るはずですそういうことなく映画化までこぎつけたということはトランスジェンダーは全員ではないにしてもこういう現実があるんだということを知ることが できるそういう映画なんだと思いますそういう意味ではフィクションではありますが現実を描いたそういう映画なのかもしれませんそしてもう一人の主人公である親から虐待されていた少女この少女とトランスジェンダーとの関わりここがこの映画の焦点ですそれれを忘れずに ご覧いただきたいと思います。寝とくり万歳ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。